この動画はパソコンが突然起動できなくなった時にお試しいただくことで解決できればと思います。しかしパソコンのトラブルは複数存在しますので、これだけで解決しないかもしれませんが、もしかしたら解決できる場合もあるのでご紹介させていただきます。この動画のナレーションは私ナナコが担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。おや、パソコンの電源を入れたらいつも見ないメッセージが表示されてます。これは一体どういうことでしょうか。青色の自動修復の画面表示がされましたら、再起動ボタンをクリックしてみてください。これからパソコンの再起動が開始します。このコミカルな音楽を聴きながらしばらくお待ちください。残念ながら再起動しても改善されなかった場合は、次のステップに進みます。画面右上にあります詳細オプションのボタンをクリックしてください。次にトラブルシューティングのボタンをクリックしてください。詳細オプションのボタンをクリックしてください。ここではシステムの復元をクリックしてください。次、絵をクリックしてください。復元ポイントがあれば正常にパソコンが動作できていた少し前の日の復元ポイントをクリックしてください。完了ボタンをクリックしてください。次に、はいボタンをクリックします。ここから復元ポイントが始まります。時間がかなりかかる場合がございますので、それまでの間に他の仕事をされるか、コーヒーを飲んで一服しててくださいね。機器はいつか故障してしまうこともありますので、定期的に大切なデータのバックアップはするようにしておきましょう。故障してしまった時に機器は交換すれば済みますが、パソコンの中に入っている大切なデータはバックアップしてなければ最悪諦めることになってしまいます。この動画ではここまでになります。パソコンを修理に出す場合は、パソコン内のデータは諦める場合もございます。起動できないパソコンのデータ救出方法は、ステップ4の動画で説明させていただきますので、そちらもご覧ください。最後までこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。